今日お昼の12時半ぐらいにですね、もうすでにここに、着ぐるみの出待ちをされている方も 4,5 人おられましたけども、私どもの焼きさば寿司を食べながらずっと待っていただいておりまして大変ありがとうございます。まだ十分ございますのでですね、またご賞味いただきたいというふうに思っております。